はい、こんにちは、アクアプラスです。今回はですね、こちらの1800のね、奥行き900の高さ600の水槽にですね、流木入れたいと思います。果たしてね、うまくいくんでしょうかね。とりあえずね、やってみたいと思います。はい、とりあえずこちらやるのにはね、ちょっと長袖ダメなのでノースリーブでいきます。まあね、暖房ついてるので大丈夫です。とりあえずね、いきます。とりあえずね、蓋開けてからですね、うまくね入るといいんですけど、あとですね、こちら下の砂利をちょっとねどかしながらやりたいと思いますね。それではね、頑張ります。はい、それではですね、こちら入れたいと思います。まあね、浮かびますよ、とりあえずは。まあね、こんな感じでちょっとセットしたいので、まあなんとなくです。なので、とりあえずこちらのね、砂、砂利ですね、どけていきます。はい、一応ね、砂利どけましたので、やります。まずこちらのところですね、砂利のところに、はい、こんな感じ。とりあえずこんな感じ、まあ、仮ですけどね。次いきます。こちらの器具です。はい、とりあえずですね、こちらの場所はですね、こんな感じでプレートですね、プレートをこの石とね、砂利で見えなくしました。これでね、浮き上がることはないですね。まあどうなんでしょうね、とりあえずこんな感じで
もう一本あるのでもう一本入れてみたいと思います。はい、こんな感じですね。ちょっとねわからないでしょうけど、とりあえず流木設置しました。まあね、あとはこう魚が泳いでみてね、ちょっとダメなら取りますし、様子見たいと思います。まあこれからねちょっと照明設置してみてね、もう一度ね、まあ濁ってますけどね、照明つけてからの動画をね一回上げますね。